はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。というわけでね、アルファ16ついに来ました。うん、何回目かわからんけど、このことは言うの。16ついに来ました。公式でございます、公式。公式バージョンでございます。わー、すげー！いい場所。いい場所、いい場所。そう。なんで、いつも私がやってる通り、チュートリアル気味に最初はスタートしてまいります。で、アルファ16の正規版。プレイしたい人がいると思うんですけど、今までベータやってた方は多分普通にプレイできないです。一回ベータやった時みたいにスチームで、セブンデイズトゥダイを右クリックしてプロパティを押してベータっていうのを選択して、それから、ベータをなくしてください、家を選ぶのかな確か、それで閉じれば、アルファ16の B138 というか、まあ正規版のアルファになりますんで。ね。よし。とりあえず、ベッドロール作ろう。ベッドロール。で、まずこのゲームね、クラフトして、なんかいろいろやっていくんですけど、右上にクエストが最初の方は出ます。そのクエストをこなしていかないといけないです。で、まずは最初は草を20集めて、ベッドロール作れっていうの。B ボタン、B じゃない、タブを押して、これ開いて、ベッドロールを押して、クラフト。で、アルファ16から、待って。アルファ16からね、いろいろと便利な機能が増えまして、タブを押して、この、ショートカットキーができました。だから W を押せば、クラフトすることができるようになりました。で、移動はまあ WASD で、普通のゲームと一緒です。で、スペースでジャンプして、コントロールでしゃがんでみたいな。シフトで走って。まあ普通のゲームでございます。で、ベッドロール作ったんで、次、ベッドロールシフトクリックでインベントに飛ばして、設置。これで1個目のクエスト終わり。で、このベッドロールは、スポーン地点でございます。だから死んだらこっからスポーンできるようになりました、今ので。で、次が、ストーンアックスを作れっていうの。ストーンアックス作るために木が必要なんですけど、木はね、最初こんなでっかい木叩くよりも、こいつ叩いても手に入りにくいんで、これ。こういうやつ。こういう、枝のような木っぽいやつを叩いて、木を確保してください。あと石だね、石もそこら辺に転がってるんで拾ってください。石の塊を壊してもいいんだけど、あんまりね時間かかるんで、それより多分石拾った方が早いでしょう。で、溜まったんでアックスで、アルファ16からヘビが追加されました。ヘビが今、蛇の音が聞こえた気がするのは気のせいかな。で、アックス作ったんで。なんだ？なんかすんごい音するよね。ご称号みたいな。気にしないでいこうか。で、この、やっぱりする。いた！蛇、これ！これ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 、蛇でーす。気をつけてね、みんな。こんな大きい声出すんだね。で、この、鳥の羽、羽、羽。鳥の巣見つけたら回収しといてください。ポイント合わせて E ボタンです。E ボタンで回収とか、アトラクトできるんでね。わお、いいね、この感じ。で、この黄色い花も取っといた方がいいでしょう。あとあと飲み物を作ったりするのに必要なん で石がないね。石がないんだね。木切りたいな。とりあえず町に行きたいんですけど、町に行ったらゾンビがいるんで、最初はちょっとだけ距離を取っといた方がいいかもしれない。いろいろ揃える前に。で、アイテム作っていきましょうか。で、アイテムはレシピ選択してレシピっていうのを押せば、これで作れるアイテムがどんどん出てくるんで、作ることができます。で、今まあショートカットでどんどん作ってったんだけどね。で、靴作ってないよね。そう。これで W を押せば勝手に作れるんで、もう楽です。アルファ16から。本当にこの機能ありがたい、ショートカットキーは。でも時々 W で前に進もうとして、作っちゃったりもするけどね。
OK。で、これで今作りましたんで、右上のクエストが変わります。で、左下にある青いゲージがスタミナなんで、これスタミナ切れると走れなくなるんで、気をつけてね。で、右上、洋服着ろっていうのが来ました。B を押して、シフトクリックで装備してもいいですし、これをそのまま、Wear W で装備しても OK です。で、次が、クラブ作れって言ってるね。で、こっち左上にあるのが検索ウィンドウなんで、名前を知っていれば、検索する方が多分早いです。レシピよりも。レシピを探すよりもね。で、一部分を入れるだけでも、検索できるんで、スペルわかんなくても途中だけ入れちゃえば、出てきたりもします。で、次が何を作れって、スモールストーンを集めて弓を作れって言ってるね。で、F を押したら、ここに飛びます、自動で。なんで、そのまま弓作ったりもできます。で、アロー。矢も作ります。よいしょ。OK。これで OK。で、木を切って石で。で、弓作れたら、弓選択して R 長押ししてください。で、矢を選択しないと、リロードしないと撃てないんでね、最初。これでちょっとゾンビに焦る羽目になるから気をつけてね。で、羽がないな、羽。羽たくさん集めないといけないんですよ。で、矢の材料はまあ石と木と。羽なんで、で最初のうち殴り合いするのはあんまり向いてないんで弓矢が最初のまともな火力になると思います。できるだけ殴り合いはしない方がいい。回復手段がないからダメージ受け損です。で、あと今体力じゃない、これリペアしたんですけど、リペアは A でできます。で、リペアの材料はこっちに書いてある。こっちに、リペアっていうの。スモールストーンを利用して、リペアできるよって書いてあるんで。で、この羽を集めつつ、ちょっと街に近づいていきましょうか。で、フレームを作れというクエストがあるんで、作っていこうね。で、アルファ16から一番大きく変わったのがこれ。もうね、この、遠くの街が見えるっていう。これがディスタントトレイン。って言うんだっけ？遠くの建物が見えるようになりました。なんでこれが一番大きく変わった点だよね。すごい。これのせいでセブンデイズ2ダイ楽しくなったと思う。遠くから街探したりできるし。リアリティが上がったし。で、次が、とりあえずフレーム行こっか。フレーム作っちゃって、トレーダー探しましょうか。クエストのね、最初のチュートリアルクエスト最後でトレーダー見つけられるんですよ。フレームを3つ作って、これ、なんかバグってるね、ここ。フレーム3つ作って、アップグレードするんで。で、アップグレードは、石斧とか、レンチとか持って右クリックでできます。これで。感じでね。で、ゾンビとは戦わない方がいいです。特に理由がなければ。ヘルメットかぶってるゾンビは、マイニングヘルメット落とす可能性があるから、殴っちゃってもいいかもしれないけどね。殴るとか倒しちゃっても。で、次、キャンプファイヤー作れって言われたね。キャンプファイヤー作りましょう。もうそろそろレベル上がってる？上がってないね。スタミナがないな、やっぱり。キャンプファイヤー設置しちゃいましょうか。これで今、トレーダーの位置がわかります。クエストで。よいしょ。スキルポイントもらったんで、
スキルポイント振っちゃって、しまった、ウェポンに振っちゃったな。ツールから振っとけばよかったね。トレーダーで、これでマップにトレーダーが表示されました。いや、めっちゃ遠いやん。マジかよ、これは廃墟の地点じゃねえの。しまったな、そんなところのトレーダーに連れてかれちゃうの俺。ちょっとこれ、これ軽く、うわマツコびっくりした。こういうことはしないでね、みんなね。スリーパーゾンビっていうのがいてね、今回から建物の中入ったらゾンビいっぱいいるんで気をつけてください。ちょっと今俺ブロックが欲しくって取りに行っただけなんで。で、トレーダーが向こうっていう、せっかく街見つけたのにさ、全然違うところじゃない、どうすんのよ。あー、ついてないわ、ついてないわ、本当に。せっかく街見つけ、あっちもトレーダーいるんじゃない、あれ違うか。遠くも見えるようになったんでね、本当に探索とか楽しいです。マジかよこれ、このトレーダー廃墟じゃないですか。今から行くところは多分ね、立ち入らない方がいい地域です最初は。で、こういうハワイアンが帰ってきたんですよ、アルファ16で。ハワイアンがまさかの警察官と同じ声っていう、びっくりしちゃう。よいしょ。で、アルファ16では、クワのバグ、治ってるらしいです。まだ試してないんだけどね。なんで、あれは嬉しいね。レベルガンガン上げれてたのが、なくなってくれるのは嬉しい。バランス壊してたから。よいしょ。よいしょ。羽も取って。で、夜になったらゾンビ走るんで気をつけないといけないです。夜までにある程度の拠点を見つけないとね。さあ、俺のトレーダーどこだ。せっかくあんないい感じの街があったのに、あそこにトレーダーあったら完璧だったのにね。俺のトレーダーは廃墟の中にいるらしい。もうやだ。コーンちょっと回収していこうか、ちゃんと。コーンは後々欲しくなるんで。コーンとポテトと、ユッカも欲しいかな。うわ、硬っ。よいしょ。ゾンビ倒した方がいいかな。ちょっとだけレベル上げしたいな。うわ、本当に廃墟のところにいるんじゃねえの、これ。多分廃墟だよね。スタミナがない。ユッカ食べるのもありだけど、ちょっとスタミナがない。歩くか。最初のスキルポイントこれに振ってもよかったな。取れる？取れない。レベル上げてからだね。とりあえずスタミナ回復してきたんで走って、まだ見えないんだけど、トレーダー。これが新しく追加されたイノシシさんです。攻撃したら攻撃し返してくるんで気をつけてください。豚の代わりにイノシシが追加されました。トレーダーいた？あ、よかった。廃墟街じゃない、ギリギリ。ギリギリ廃墟じゃないけど、街が近くにないからこのトレーダーはすごい残念だね。すごい残念なトレーダーだね。OK。よいしょ。OK。とりあえず OK かな。で、建物は漁りたいは漁りたいけど、ゾンビ出てくるんで、どうしたものかという。アローちょっと多めに作るか。石は残したいかな。ここ石ないから。あんまり。建物は、さあ、ロッカー。トレーダーに売るためのもの。
覚悟してトレーダー喜ばせよう。で、ゾンビと倒すんで、レベル上がるかもしれないし。で、殴り合いは基本、避けた方がいいです。あんまりいいことないから。こんな、結構硬いんですよ、ゾンビ。頭をどんどん狙っていかないと、倒せないんで、あんまおすすめできない。手伝ってゾンビ。ドア叩こうぜ、ドア。オッケー、スタミナなくなるから。ちょっと回復して。やば、嘘。避けられた。やば。ダメだこりゃ。うわー、肩飛んでった。肩飛んでった。弓下手すぎるわ。お邪魔しまーす。開けてるね。あそこ金庫があるとこやん。とりあえず2階行って2階の起こしてこよっか。で、今のがスリーパーゾンビです。寝てるんで、やばい、後ろにいる。なんでだよ、お前、どこにいた？え？なんで？なんで？そう、湧くんですよ、後ろに。アルファ16、なぜか。絶対も後ろにいなかったろっていうところで。今分かったのが、私がハンテッドっていうのが出るんですよ、真ん中に。しゃがんだ時にアンディテクテッドって出てると思うんですけど、これがハンテッドになるとゾンビに見つかってるっていうことになります。だから基本的にゾンビに殴られる前はハンテッドになっております。時々アンディテクテッドの状態から殴ってくるやついるけど。で、そろそろ下の開いたと思う。これを確保して、出ねえのか。骨が欲しい。よし、骨が出た。骨が出たら、これのレシピの、これナイフの代わりになるんでね。うわ、ハズマットだ。こいつ気をつけてね。こいつに殴られたら感染レベルが2になるんで、2か1か。ちょっとね、最初は簡単に直せないんですよ。普通の状態でも直せないんだけど、余計に直せないっていう。どこ行った今の。よいしょ。その代わりいいもの持ってたりする。持ってない。いないゾンビ。いないね。うぅ、マツコ。マツコ。そう、家から出たらね、出て入った時点で湧いちゃうんですよ、ゾンビが。湧いちゃうっていうか、なんかね、説明しがたい。リスポーンしちゃうんですよ。気をつけ、うわー、アックス来たー。ハンドガンもいつの間にか拾ってたー。なんで気をつけないといけないです。一回クリアリングしたところでも、もう一回クリアリングしないといけないっていう。めんどくさいけど、アルファ16。後ろ取られないためにはね。よし。OK。で、これは？これいいっすか。トイレも行きたいな。アックスはちょっと木を切る方に回しましょう。もったいないから。リペアできないしね、最初。で、こっちもゾンビいることがあるから。怖い。大丈夫だね。よいしょ。あ、これ高く売れる。どうしようかな。これウェアするか。寒そうだし。コーン、いいね。うわ、ハンドガン2丁目来た。マジか。今日は金儲けできそうだね。
ファーストエイドキットも出た。スクラップ。よし。とりあえずトレーダーにハンドガン売っ払おう。まあ、ハンドガン普通は持っててもいいと思うんですけど、私は最初はもう別に売っ払っちゃってます。弾が確保できないから俺。銃使うの苦手なんで。弓でいいじゃんっていう。でもハンドガンあった方がいいと思うんだけどね。とりあえずトレーダーに行きましょう。うわ、結構な崖。欲しい。これスクラップ。これもスクラップ。ダクトテープはちょっと持っときたよね。今羽のなかった気のせい。さあ、トレーダー、たどり着きました。とりあえず売っ払おう。で、クエストも完了しました。銃安いな。ベースプライス1600あるのにね。本当はこれパーツばらして売っ払った方がお金になるんだけどな。全然。全然じゃん。まあ、いっか、なんか買い物あるか。スポットライト、ダートトラップ。ナイトビジョンいいな。まあ、特に欲しいもんないかな、今。マジェット。あ、微妙。Maybe next time. で、ワークベンチとかは壊れてる可能性が増えました。というか、ほぼ壊れてます。で、時々使えるのがある感じでございます。トレーダーの中でも。アックス2本目来ちゃった。で、こっちじゃねえか。もう忘れちゃった。どこだっけ。こっちはなんかあんの？ないね。で、どこだっけ。とりあえずこっち。こっちに、あ、これ生きてるね。使えるやつです。あれ、こっちか。で、ミキサー。砂。フォージ。フォージも生きてるね。フォージ生きてんの強いかな。オッケー。で、どうしよう。いらないからこれ溶かしちゃおっか。ゴミだから置いとこう。多分こっちに住むのかな。俺どうしようかな。軽く高台って考えてみましょうか。こっちの、こっちだけ行ってみて。鍋。鍋も確保しといた方がいいですね、最初。絶対水沸かしたりするんで。で、水はいっかも。で、特にいらないのはもう拾わなくていいかな。売っ払ってもいいと思うんだけど、めんどくさいし。これだけ涼しいから持って帰ろう。こっちにね、温度が変わるのが、装備があるんですよ。なんで、あ、そうだ、待って、セットテンパチャーを教えないといけないね。左とか、こっちの温度の表記が F になってると思う。どっちが摂氏か華氏かどっちか忘れちゃったけど F になってると思うんで、それの直し方は F1 を押して STU の C って押してください。そしたら変わります。 STU の F やったらこれが F になる。こんな感じで。なんで日本は STU の C、 これで OK です。これで見慣れた表記になると思います。で、どうしよう。どこで暮らそう。
ここで暮らしたら町が遠いんだよ。町の近くのトレーダーのところに住みたいんですよ、私は。そうなんだけど、町がないっていう。まあ、最初の日はこれぐらいでいいかな。で、あとキャンプも行っていいんだけど、ゾンビが湧くんで気をつけて近づいてねっていう。寝てたりするし。今いたよね、ゾンビ。寝てたよね、絶対ね。今絶対寝てたでしょ。あ、わからん。ベッドか。ほいっと。おお、いっぱい出てきたね。よいしょ。ヘッドをできるだけ狙いたいんですよ。クワ出た。クワがあれば農業ができる。どうしよう。もうここに暮らし始めちゃう。でももうちょっと平地が良かったな。今のトレーダーに売りに行きたいアイテムだね。ポテト出ちゃった。ポテトも欲しい。で、私がここに来た主な理由が、これも欲しい。うわ。これちょっとどうしよう。あ、どうしよう。これ食べちゃうか。で、私がここに来た理由が布を回収したかったんですよ。クロスフラグメント。あ、インベントリーが開いてねえじゃん。しまった。インベントリーなんか開けよう。これ今いらないかな。これ。この布が欲しかったんです。この布いろいろ使うんで。このね、キャンプがクロスフラグメントでできてるんですよ。最初これがたくさんあると包帯とか気楽なんでね、行きやすいでしょう。オーケー。やっぱこっちに暮らしちゃうかも、いっそのこと。たまには、たまにはそのまま暮らしちゃうか。でも町もないしな。あれなんだあれ。天空になんかがある。ちょっと気になる。ただの家だと思うけどね。とりあえず上行って向こう側見渡して考えましょうか。せっかく遠くが見えるようになったんでね。遠くの町とかトレーダーとか探しやすいんで。あれ多分ただの家だよね。変な浮いてるけど。気持ち浮いてるけど。家だと思います。ユッカシード加工したいけどな。レベルさっきそうトレーダー見つけた時点で上がったんで、このセクシャルティラノサウルスっていうのと、もう一個取れるかな。ツールスミスも取っちゃおう。で、棒とアックスを作っちゃいましょう。で、これはスクラップにして。よいしょ。で、装備し直して、アローも作らないといけないね。で、石がない。石がないな。なんだ本当、あの浮いてるの。トレーダーなのか、ただの家なのか。でも、あんなところのトレーダー使いにくくて仕方ないか。よいしょ。仕方ないね。じゃあ、今回ここら辺で一旦終わりにしましょうか、もう。とりあえず、初日の最初の過ごし方的なのは、基本的なの終わったでしょう。次回また何かあったら、紹介しつつ。やりたいと思いますんで、よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。向こう側なんもない、街もなんもない。
で、夜になったらゾンビ走るんで気をつけてねっていうことです。あ、いいなこの街。砂漠があればよかったのにね。というわけでご視聴ありがとうございました。これが新しく追加されたハゲタカです。感染しやすいですこいつは。見て、やばい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 。うん、当てきれない。あと2発しかない。よーし、来たー。こいつから羽をぎょうさん取れるんすよ。羽をぎょうさん取れるんすよ。うん、オーケー。というわけでご視聴ありがとうございました。セシカでした。